対戦車らがぶち上がる僕のヒーローアカデミアジェ・ウルトラ・ステー君が突破君が突破Drop your hands, yeah! 君が突破君が突破世界総人口の約8割が何らかの特殊能力、個性を持った超常社会、爆破すぎに増加した犯罪に対抗すべく現れたミラーの憧れ、それがヒーロー。行くぜ。物語の主人公、ミドリア一族、通称デク。デクは生まれながら個性を持たない無個性の少年だった。そんなデクには超ド級の個性を持つ幼なじみがいた。その名は爆豪カツキ。ひどいよカッちゃん、泣いてるだろ。これ以上は僕が許さないぞ。無個性のくせにヒーロー気取りか。デク。幼馴染2人は中学に上がっても同じクラスに。天才花の爆豪は無個性のデクに容赦ない。てめえが幽霊志望。ほらデク、没個性どころか無個性のてめえがなんで俺と同じ土俵に立てるんだ。かっちゃん別に張り合おうとかそんなの全然、ただ小さい頃からの目標なんだ。それにそのやってみないと分かんないし。何がやってみないとだ。てめえが何をやれるんだ。アーム上力なき者がヒーローに憧れて哀れなデク。そんなデクに奇跡は起こる。シックショーカッちゃん、デク、アクシデン。カッちゃん、なんでてめえが。なんでって分かんないけど、君が助けを求める顔をしてた。君が突破。情けない君が突破。君を諭しておいて。君が突破。プロはいつだって命がけ。君が突破。デトロイト オールマイト。トップヒーローは学生時から逸話を残している。彼らの多くは話をこう結ぶ。考えるより先に体が動いていたと。君はヒーローになれる。君なら私の力受け継ぐに値する。そしてデクはトップヒーローの力を受け継いだ。二人だけの秘密、個性の名はワン・フォー・オール。デクは鍛えた最難関ゆえ高校入学試験校を得るために、そして見事にその壁を突破した。お前が遊泳に受かっただと。うん、どんな汚れ手使え。無個性のてめえが受かるんだ。ああ言ってもらったんだ。君はヒーローになれるって。だから僕は行くんだ。そしてついにデクは憧れのオールマイトが教師を務めるヒーロー育成の超名門校に入学する。ゆえここヒーローアカデミア。思いと思いは激しく交差、火花散らす。いつまでもザコで出来損ないのデクじゃないぞ。頑張れって感じのデクだ。ムカつくな。なあおい、俺を騙してたんだろう。楽しかったかずっと。
ずいぶん派手な個性じゃねえか。あの時張り合うとか全然って、俺が助けを求める顔してたなと。全言撤回だ。俺のが上だ。ここだけは、ここだけは負けたくない。たまった、勝っちゃう。戦後剣を追走、一夫自尊心拒否ねじれた思いは激しく胸に取らせ。なんで個性使わねえんだ。俺を舐めてんのか。ガキの頃からずっとそうやって。違うよ、君がすごい人だから勝ちたいんじゃないか、勝って超えたいんじゃないか、バカ野郎。その面やめろ、エクストラーだ。デトロイト、スマッシュ。そんな二人の憧れ、オールマイトは力尽きた。デクと爆豪にどんな定めが待ち受けるのか。レッツゴー。この手に掴めるものよりこぼれるもの多すぎて、どこに行けばいい、不意に動けなくなる。失望敗北、思い知った熱い壁、失敗後悔、知らなかった苦い匂い。憧れは目の前で力尽きて、自分だけの星探すしかない。この手に痛みと闘志も、この胸に不安と希望を、深く息して抱きしめて、あの輝きを目指して。ヒーロー君がどうか、この魂が行き先を告げている。君がどうか、それが暗い夜でも心よ飛べ、さらに向こうへ。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。道なき道を行け。